山口敏太郎のアトロスラジオの時間がやってまいりました。皆さん元気に過ごしておりますか？はい、お便りを読むのはアイムでございます。今日もよろしくお願いいたします。エクゾシスト、はい、なんかまたやるんですか、ね、先生、あ、そうみたいですね。先生がなんかそうおっしゃったので作ってしまいましたがな。エクゾシスト、エクゾシスト、オーメンも作りましたよ。オーメン好きでしたね。オーメン、はい、面白かったな。面白かったですね、オーメン。面白かったっていうか怖かったですよね、うん、オーメンね、はい、あとね、サスペリアも作りましたので、あ、後々かけていこうかなと。なるほど、オカルトっぽくてね、いいかなと思います、うん、はい、はい、ということでですね、今回はですね、うん、小俣の健さんからちょっと長い文章が届きましたので、うん、あの半分にして、うん、今回半分あの紹介させていただいて、うん、後半はね、またあのお知らせというか紹介させていただきますね。はい、はい、11月12日放送のお便り、福岡に実在する相手を呪い殺す死神神社アトラス、フィフス254で、4月9日の復活祭に第3次世界大戦勃発のノストラダムス予言を取り上げてもらった小俣の話の長い茨城の件です。ということで、ご自分で自覚はあるんですそうですね、確かに。はい、ということで、今回はアイムさんが UFO 出現にびっくりしていましたので、その予言がメイン。最終戦争は神と人間の絆、人類救済の予言との一致を再確認し、神が誰なのか知ることになります。初めて UFO が公然と出現する第3次世界大戦の冒頭となる7日間戦争は、神と人が一緒の、神代となる、神よとなる、またちょっと読めなくなってしまう、神よ、神よですね、神よとなる、弥勒世、弥勒世実現のスタートとなるものです。そして弥勒世は宇宙航海時代となるので、統一された地球人として宇宙の一員となるため、 UFO 関連の予言が存在します。黒船開国と同じく UFO 開国で宇宙への旅立ち、薩長同盟は日油同祖論、300諸侯から日本統一は世界百数十カ国から地球統一と、幕末は世紀末のひな形なんですが、誰も知らない、うん、先生はどうでしたか？なんかその幕末、いや前から言ってますよ、竹本亮とかは、はい、幕末の開国論っていうのが、うん、はい、この地球が開く開星論、はい、宇宙に向かって開星論になるだろうって言ってますよね。あ、竹本さんですね、うん、まともなことをたまに言うんですそう、たまにと、たまに、たまにね、いいことをね、うん、はい、あといつも酔っ払ってるだけです。そうですね、酔っ払ってるイメージが強いですけどね、うん、はい、UFO の出現はこの7日間戦争最終日、欧州核戦争開始前の3日間、最終戦争における悪の討伐と人類軽挙の3回があり、1回目が無視されるため、2回目も無駄になり、3度目に UFO イコール神を受け入れた人だけ軽挙、神による人類救済の重要な予言です。オカルト界では宇宙人の存在は前提条件であり、宇宙人の外見、母性、宇宙人が人類創造をしたことまで判明しているのに、社会では未だ UFO は存在するかしないかのレベル。いや、存在はしますよ。うん、UFO は存在する。UAP という名前でね。はい。存在はします。存在はします。もしか認めました。うん、はい。そう、私このね、宇宙人がね、地球人を作ったという映画、うん、プロメテウスだったと思うんですけど、うん、なんかありましたね。いや、まあよくある映画ですよ。よくある映画で、本当にそうなのかなと思いながら見ていました。いや、でも本当にそうでしょ。そうですか。だって、うん、進化論の矛盾が出てきてますからね。はい、ミッシングリングといってね、猿と人間をつなぐ中間種がいないんですよ。はい、うん、つまり突然人間生まれてるんですね。はい、もう作ったとしか思えないじゃないですか。うん、そうですね、はい、ということで、宇宙人イコール神なのにネガティブなグレーにばかり気を取られ、判断を間違い、10年後の第3次世界大戦停戦時に UFO の救済があってもなかったものにする、グレー扱いにする程度の評価になるということです。
はい、7-19、ニースに展開する米空軍、UFO を攻撃して地上戦に不参加、議論の末、天使は化け物扱い。7-19、ニースに現れるあの真の強者、戦っていないだろう、打ち破られているだろう、うぬぼれた星、空からビカビカ光る金属、存在するだろういつもの出来事、甚だ長い時間討論する、枢軸同盟、それらの町の人に奇妙な激しい恐怖、天使よ化け物。アメリカのイタリア駐屯空軍はイタリア国境に近いフランスのニースに航空機を集結して反撃態勢を整え、イタリア駐屯米陸軍はパルマでボローニャまで到達したロシア軍を待ち伏せている状況であり、陸軍激突に先立つ航空支援となります。アメリカ軍の戦闘機が空からピカピカ光る金属である UFO に戦いを挑み打ち負かされる。航空機による爆撃が中止になれば地上戦も中止になるので、ロシアとの戦闘が回避され停戦を妨げる要因を阻止、そしていつもの UFO は存在するか、宇宙人は存在するかの結論の出ない堂々巡りの討議。 NATO と国民は宇宙人がいた、地球人を攻撃、 UFO が地球を侵略に来るという恐怖一色となり、天使を化け物扱いする。9-26、 UFO 学者が罵り、プレス、群衆も聖なる仲間を否定、力天使をバチカンも認めず。9-26、ニースの航空機の出撃、名目、疑いのない宇宙人の人々について罵り、報道の後で多くの学識者たちは、ノン、その時大変なガード、法王への贈り物になるそれ、プレス、群衆は聖なる仲間を否定、側近が見解の整理、それら枢軸同盟の壁を騙す。緑、安らぎの力、天使たちの後で、弾丸の後それを、輪行、意識的に無価値。あ、びっくりした。今これが終わったのかと思っちゃいましたね。はい、ニースの米空軍撃破の続編、出撃の名目は未確認飛行物体の排除、地球人を攻撃したという罵り、 UFO は疑いのない宇宙人なのに学識者たちは否定、 UFO に米軍が遭遇しなければロシア軍に対し攻撃を始めたはずで、米ロ直接対決の最終戦争に拡大する恐れがありました。そして UFO との遭遇は7日目の未明であり、停戦が実現するローマ法王の和平メッセージは7日目の日中です。和平メッセージが米軍出撃の後になれば役立たないので、 UFO の行為は物心両面で停戦の手助けとなります。しかし報道関係者と大衆は停戦をサポートしてくれた UFO を聖なる仲間の天使ではない、人類を攻撃した敵だと認識してしまいます。 NATO の壁となり、停戦という安らぎを与えてくれた力天使はなかったものとして、停戦の功績を法王は独り占め。力天使とは光り輝くものとして知られ、恩寵の天使であり、奇跡を起こして人に天からの恵みを授けるといいます。飛んできたミサイルを迎撃し、爆発した炎が輪行となり、それが UFO に見えたという学者が発表して主流となるだろう説を、バチカンもパクって力天使を無価値とする。 4-28、 フランスを核戦争から守った UFO は7日目の未明に出現、グレーに扱われる。4-28、 その時なんと活発な金星愛、いくつかの国を守っているだろう、その三千たる輝きの中に不可思議な形状が存在するだろう、その源を焼く火によって火が彗星伝達、それらの熊たちの多くの遮蔽物を受け取るだろう、好戦的な種族の噂によって素晴らしい人を騙して位置づけているだろう、へこまされた彼を冒涜。 UFO による米軍機挑発はイタリア、ドイツ、フランスを守る愛の行為となり、また明けの明星、金星によって UFO の出現は未明から夜明けまでと判明。ハイテクを誇る米軍機はそのアドバンテージが最大に発揮できる未明に攻撃に向かうでしょうから。
ここと7日間戦争であることを組み合わせれば、7日目未明の攻撃が割り出され、法王は寝ている時間なので、和平メッセージを出す前であることも判明します。その三千たる輝きの中に不可思議な形状が存在するだろう。が、UFO となり、死をつなぐキーワードになります。その源を焼く火によって、火が水星、伝達、それらの熊たちの多くの遮蔽物を受け取るだろう。は、フランスが核兵器使用を宣言し、それでも停戦にならなければ使用することになり、その日は伝わり、ロシアからより多くの報復攻撃を受けるから、米軍の阻止は核戦争の阻止にもなりました。待ち伏せている、パルマの陸下、パルマの米陸軍は、中隊という小規模の上に欧米が内部分裂していては、護衛も期待できず、阻止できる可能性はありません。ここを突破されれば、フランス国境まで遡るものがな、あ、まで遮るものがないので、戦車中隊が敗れた直後、フランスは核攻撃を実施するつもりではないでしょうか。フランスは自国が放射能汚染されては困るので、国境線より遠く離れた地で攻撃する。というのが本音かな。そして米軍機を攻撃した UFO は、人々が待望する主でなく悪の宇宙人、グレイ族という格好の都市伝説となる噂を流すと予想されます。 9-35 月から飛来した聖母の巨大母船と小型 UFO を米空軍が攻撃、平和はお預け、後に反撃する。 9-35 それはダイアナの金属製品、多くの護衛機から爆弾があるだろう。その光の成果は立ち去る。マドンナのその天国の寄せ集めも付き従う。それこそ金、多大なガードの必要がある。気が遠くなるそのイランを解体する童貞。しかし反撃に向かうミュルドン人に対抗して。ダイアナは、決心、アルテミスの英語名であり、金属製の UFO は月から飛来したことを示唆しています。そして多くの護衛機から爆弾があるだろうと、米軍機がミサイル攻撃を始めます。当初私は返り討ちにあって米軍機は撃墜されると思っていましたが、この詩には米軍機の攻撃から UFO 機関しか書かれておらず、撃墜に関しては触れられていません。主の目的は米軍機によるロシア軍攻撃を阻止すればよいので、爆弾を使わせてしまえば目的は達成します。主が殺戮を好むとも思えませんし、撃墜しては地球を攻撃する悪い宇宙人になりかねません。その光の成果は立ち去る。マドンナのその天国の寄せ集めも付き従うにより、優れていて美しく華やかな光の巨大な母船と、いろんな形の小型 UFO の護衛集団であることが予想されます。そしてマドンナイコール聖母マリアにより、この出現は救済の手助けが目的と判明します。そしてロシアが占領しイランに譲渡したイタリアからイランを追い出し、イタリアを奪還回復、そしてイラン本国を叩くのが NATO の戦略となります。これにはお金も時間もかかりますが、反撃を決意。これによりせっかくのマドンナの恵みは無に帰し、泥沼の戦争に足を踏み入れてしまいます。ミュルドン人とはギリシャ神話に登場するアリの子孫であり、アリのごとく疲れを知らぬ兵士として恐れられていました。これはアリのごとく人海戦術を取るイスラムと昼夜を問わぬテロ攻撃を比喩しているでしょう。はい、ここでちょっと終わりということで、また次回に、回させていただきますね。ちょっとね、長いなというのはありますけれどもね。うん、はい。では、おまたのけんさん、どうもありがとうございました。はい、はい、次のお便りがですね、なんと名古屋のイベントの時に先生にお便りを手渡しされた方がいらっしゃるということで、はい、いつも素晴らしい動画配信、誠にありがとうございます。素晴らしいと言っていただいていますが、そうじゃないですか。素晴らしいですか。ね、はい。そして本日の素晴らしいイベントを誠にありがとうございました。私は愛知県在住の ST と申します。
先日山口敏太郎先生宛てとしてお手紙を書かせていただいたものです。突然あのようなお手紙を送りつけてしまい申し訳ありませんでした。あれから私も YouTube にて動画配信を始めまして、月木の週2回配信をしております。初回は先日お手紙で書かせていただいた内容をマイルドにしてお伝えしました。それ以降地震に関する内容は配信していないのですが、実は初回の収録中にチャネラーさんがより詳細な地震の情報をキャッチしています。それで一旦はその内容を動画として収録しましたが、あまりにもショッキングな内容のためにお蔵入りにしました。ただ山口先生にはお伝えしたいと思い、このようにお手紙を書かせていただいた次第です。それでは簡潔ではありますが、2枚目にチャネラーさんが送ってきた内容を書かせていただきます。はい、念のためにいただいたご例示の内容をすり合わせます。第一声は房総半島南東沖首都圏やや強く揺れる、後からこのままだと関東大震災規模というメッセージがありました。私の感覚での考察ですが、ということは伊豆半島も東海、北陸、東北、関西ももちろん大なり小なり揺れる。先日の収録時、ビジョンで一瞬よぎったのが日本地図の関東地方のアップ。神奈川県の海側が赤い。赤い意味は不明です。なお、時期に関しては近々というだけで明確なメッセージはないそうです。この辺は、例えば時期を言い切ってしまって多くの人に伝わると、それが恐怖の集合暗示になって、むしろそれが原因で災害が減少化することもあるからという配慮に基づくものだと思われます。以上です。よろしくお願いいたします。ということで、この近々起こるっていうの、なんかもうね、10年ぐらい、もうもっと前かな、もっと前からなんかね、近々起こりますよと言われ続けてきておりまして、ね、これ一体いつなんだろうなというのがありますよね。そうですね、うん、そうそう。で、本当になんかよく予言が当たる方だったら、こうあのみんなでどっかに逃げなくてはいけないじゃないですか。ダメですよ。はい、うん、というわけでですね、いろいろと、ね、もういろんな人がね予言してますよね。ここが危ないとか、なんかあそこがやばいんじゃないかとかね、ということで、ちょっと私は全然気にしないで生きていて、もうなったらなっただという感じなんですけれども、ちょっと食べ物の備えだけはして、ね、食べ物とお水の備えだけはしておこうかなと思っております。はい、そういうわけでね、愛知県の ST さん、どうもありがとうございました。はい、次のお便りがですね、山口先生、アイム様、スタッフの皆様、いかがお過ごしでしょうか。6月の瓶散歩2にご投稿させていただいた虎吉と申します。猫ちゃん3匹と暮らしております。ちょっと聞いていただきたいお話があります。しつこいおばあさんのお話です。あ、これちょっと、ね、思い出したのは、この、はい、で、この間私、あの猫の一というお名前で、お便り紹介したんですけれども、よく見ましたら、猫命というお名前でした。大変申し訳ございませんでした。まあ、猫の一さんっていうね、お名前もなんかしっくり来てしまいまして。間違えてました。すいませんでした。はい。はい。では、これ続けますね。はい。しつこいおばあさんのお話。私は5階建ての4階に住んでいるのですが、忘れもしない去年の冬至の日、15時ごろ帰宅し、いつものようにエレベーターに乗りました。誤って3階のボタンに手が当たってしまいました。10年住んでいて初めて間違えて押しました。すぐに4階のボタンも押しました。エレベーターが止まり、ドアが開いたので降りました。そこはいつもとちょっと違っていました。あ、間違えて3回押しちゃったんだっけ、しょうがない、階段で行くか。と、階段まで行くと、階段付近の部屋、303号室から荷物を運び出している人たちがいました。引っ越しか？でも、絶対普通の引っ越し屋さんじゃない。遺品整理業者か？
確かおばあさんと息子さんが住んでいたはず。その部屋、303号室は私の真下の部屋でした。なんか嫌な気分だな。でも引っ越ししたんならうちのニャンズたちが夜中に運動会始めても今後ご迷惑かけることもないか。今までうるさくてごめんなさい。など思っていました。あ、猫ちゃんたち結構バタバタとするのかな？夜中とかね。ニャンズちゃん。はい、運動会、違うと。半年後くらいに隣の方から303号室はおばあさん亡くなって息子さんは引っ越ししたのよと聞かされました。あ、やはりそうだったのかと思いながらも大して気に留めていませんでした。そして今年8月深夜0時頃帰宅しエレベーターに乗り4階のボタンを押しました。ドアが開き降りました。しかしそこは3階でした。あ、間違えたと思いすぐに戻りましたがエレベーターだけが4階に行ってしまいました。仕方なく階段で上がることにしました。でも階段で上がるには303号室の付近を通らなければならないので夜中だしちょっと嫌だなぁと思いましたが階段を上りました。後にその日付を調べたら東京のお盆の最終日でした。新盆だからおばあさんわざわざ挨拶に来たとか、生きている時は10年前に1回見ただけなのに挨拶とかいらないよ。息子さんのところ行ってよと思いましたが少しお酒を飲んだ後だったので私がボタンを押し間違えただけかもしれません。でも4階のボタンは確実に押してます。エレベーターだけが4階に行きましたので2回ボタンに触れてしまった記憶はありませんが、でもまあ間違えたのかもしれません。そんなことはすっかり忘れ昨日お昼ごろ帰宅しエレベーターに乗りました。ドアが開き降りようとすると3階でした。さすがに間違えて押した覚えはありません。4階のボタンもちゃんと光ってます。押した証拠、絶対にボタンに2回触れてはいません。この時は降りる前に気がつきました。以前の2階の出来事を思い出し、さすがに気味悪く思いました。昨日は12月1日、遺品整理を見たのが去年の12月22日。命日までは知りませんが、12月におばあさんが亡くなったのならちょうど1回忌。おばあさんしつこいよ。ボタンの押し間違いなんて誰でもありそうですが、じゃあなんで全部3階なの？2階や5階のボタンを間違えて押してもいいはず。その日私は夜近所のバーに飲みに行き夜中の0時過ぎに帰宅。ふと昼間の出来事を思い出し意を決してあることを実行しました。あえて3階で降りて例の303号室の前に行きました。夜中で周りには誰もいなかったので近所に聞こえないくらいの声で303号室に向かって言いました。私を呼ばないでください。私は関係ありません。近所付き合いもない私を呼ぶのはやめてください。息子さんは引っ越ししました。息子さんのところに行ってください。もう二度と私を呼ぶのはやめてください。息子さんか〇〇、私の嫌いな人のところに行ってください。と凍えながらも強めに言い嫌いな〇〇の顔をイメージしました。そばから見たら完全に危ない人に見えたことでしょう。その後はなぜか自分の階に着くまで絶対振り向いてはいけないと思いばあさん絶対ついてくるんじゃねえぞと思いながら振り返らずにエレベーターに乗りました。エレベーターには鏡がついているので何か映ったら怖いなと思いながらも後ろ向きのまま無事4階に着き自室へ。自室のドアの前で振り返りついてきたら承知しねえぞ〇〇のところに行けと口に出して言って部屋に入りました。そして塩一つまみを舐めコップ7分目まで入れた水を一気に飲み干し寝ました。そばから見たらやばいやつでしょうね。この方法は成功したかどうか確かめようがないですが、
嫌いな〇〇は普段から時々霊が見えるとか、私と息子だけに声が聞こえるのとか、仕事中に大声で言っているからちょうど良いと思いました。お盆の最終日とか一回忌とか、誰かを私連れて行こうとしているのかと、連れて行こうとしているのかと思ってしまいました。私は絶対連れて行かれないけど、ニャンズたちに被害が出たら嫌なので、もう絶対3階ではおりません。303号室は未だ空室です。長文失礼いたしました、うん、ということでですね、うん、ちょっと不思議な、ね、エレベーターとか、ね、あるかもしれませんね、うん、もう誰も乗ってきたりとか、ね、しないのにそこに止まってしまうエレベーター、そんなの誰も乗らないです何言ってるか分からない、乗りませんよそうですね、だから怖いじゃないですか、幽霊がね、うん、エレベーターに乗ってたりとかね、うん、幽霊がそこの階で待ち構えていて、エレベーターがね、あの開くのを待っているとかね、どういう反応してるんですか、なんでしょうね、 ね、そういうことをね、あるかもしれませんね、どっかのマンションとかで、まあ、どっかにあるかもしれない、ね、あるかもしれませんね、うん、はい、私がねエレベーターで恐怖したのはですね、エレベーターに乗った時にね、あの前に乗ってた人がおならをしたかなんかで、ね、すごい臭かったんですよ。そしたらもうその下と疑わしきとか、うん、お前がやったなってでね、もうすでにそのエレベーターは空っぽだから、その前の階で誰か降りてるんですね、降りた人かもしれない、そうなんです。で、私も仕方ないからエレベーター乗って上がってって降りようとした時に、同じ部の人が乗ってきたんですよ。で、この臭さ、私がおならしたと思われたら嫌だなと思った恐怖がありました。ごめん、さっき芋食ったとか、うん、ちょっとだから絶対ね疑われちゃったと思うんですよ。いや、もう影は言われてますよ、言われてますよね、意外と臭いの、うん、エレベーターの中でねプーしたなって思われてますよはい、というエレベーターでの恐怖体験ね、このしつこいおばあさんね、そうですね、息子さんのところとかにねついていけばいいのに、まだそこのマンションにね居続けているんでしょうかね。そうでしょうね。はい、ということでね、うん、はい、虎吉さんどうもありがとうございました。はい、うん、こんな感じで階段をご指定しなくていいですか。はい、告知しますよ、階段を。決定戦が、はい、12月の16日ですね。今日から始まるの、はい、あ、それでね、もう始まっちゃってますね。あの、多分ね、朝8時から始まる。そうなんですよ、朝の8時からですね、12月6日、今日の朝、あ、っていうかもう、どうでしょうね、もう、この放送はいつになるんだろうという。いや、まあ、今日これ1日遅れます。遅れますけどね。言うと12月6日だから、はい、はい、6日の6日、8時から。前回のね、お便り会で告知してるんですけれども、うん、はい、インターネット敗者復活戦をやっております。概要欄の方にですね、うん、URL 載せておりますので、皆さんどうぞこちらの方、いいねボタンを押して参加していただきたいと思いますね。あの、東京の、東京というか関東大会のハニートラップ梅木さんと、大阪大会の、渋谷康幸さんと、名古屋大会の鶴竜さん、この3人で争っております。あ、鶴竜君に直接言いましたよ。なんて、君は今日から鶴竜源一郎だって名前な長くしましたねいや、鶴竜源一郎にしたんですよ、うん、しましたか。そうです、その名前長いの、鶴竜コンビの鶴竜源一郎ですよ、はいはい、いいですよ。どうですか、名前長くなるのはちょっと嫌なんじゃないですか。喜んでましたよ、源一郎つけて。笑って応援するよ、うんすいませんね、鶴竜さんね、もう重ね重ねすみませんね、いろんな名前つけちゃいます、はい、いろんな名前つけてますけどね、うん、はい、ということでね、12月16日がね、怪談王決勝戦、うん、横浜でやります。こう終わるのね、夜になっちゃうんですけどね、あの駅の反対側、すごくねロマンチックな場所ですのでね、夜の横浜をねお散歩していったらいいかなと思いますよ。はい、あとはですね、アーリンさんのね心霊教室、シーズン3の第3回、
でこちらの方が、ゲストがウニュカグラさんに決定でよろしいですか、うん、はい、ということでね、こちらの方のお申し込みもお待ちしてますよ。はい、あとね、何か言うことがあったかな。あのですので、今年のアーリー心霊教室最終回となりますので、ウニュさん息子はね、医者かなんか、確かそうなる、お医者さんなんですか、すごい、確か超エリートですよ、はい、すごいですね、はい、どっかのいい大学出てるんですよ、はい、でなんか、なんか医者か弁護士か、どっちかですよね。なんだそれ、ちょっと。何はっきりしないのに言ってるんですか。ダメダメ、そんなんじゃ。ね、とりあえずね、息子さんが優秀な方ということは分かりました。はい、他になんか告知することなかったですかね。あと1月もね、なんか男だらけの怪談会をねやるらしいですよね。そういう風に決まってた、男だらけのって。もう女人禁制らしいですよ。男だらけの怪談会。なんでその汗臭いの。気持ち悪い。汗臭くはないと、なんかいい匂いがする男性たちじゃないですか。ちょっとあんまりよくまだ分かりませんけどね。と言っておきます、1月の27日でしたっけ、男だらけの会談会、はい、男だらけの会談会、うんち漏らした太郎のおむつみたいな匂いがするんじゃないかな。なんでそういうこと言うんですかね。もうちょっとイメージ上げてくださいよ。イメージ上げてくださいよね。客が集まるかどうかだからね、はい、だから来年はあとあれですね、怪獣、怪獣プロレスの方もなんかサイン会とかやる、サイン会と怪獣映画の上映会、怪獣映画の上映会、まあ俺もね、はい、まあ久々にガッパみたいですね。ガッパ、うん、ガッパを上映するんですか。ガッパを上映するガッパって言って分かる人少ないです。分かりますよ、私。分かんないでしょ、ガッパ。ごめんなさい、あ、そうです、そう、もう年代がね、50代とかなら分かる、50超えてるの分かんない、ね、あ、でも50半ば超え、50半ば超えとかかな。ガッパの親子愛には泣きますよ、ガッパですね、はい、分かりました。という感じで終わっていきますね。ですね、はい。どうしよう、なんか6秒間無言が続くと放送事故って聞いたことがあるんで、結構意識してるんですよ、6秒間を。独房感だよ。確かに、だからもう口がね回らない。なんか本当にね、なんかね、60の声を聞いた途端、いろいろとなんか目もすごく目が悪くなったりとか。いや、それ老眼ですか。そう、老眼がすごく進んだなとかあります。自分ではね、若作りしてるつもりがね、はい、いやもうなんか見てらんないですね。見てらんない。やっぱりバッグを週に2回振ってるからですか。もうそのまま先生にお返ししますよ、見てらんないという言葉はね。いや、俺はだってこのいつもとんがり頭で、とんがり頭って意味わかりません。はい、いつもとんがってます。とんがってますね、よかったですよ、はい、丸くなってはいけないと、いけませんよ、はい、いつまでもとがってとがってくださいよ、うんうん、はい、よらは切るぞという、はい、まあ、俺は丸くなりましたけどね。そうですか、それで丸くなったんですか。丸くなりました。昔はものすごいもっと凶暴な、あ、凶悪な、なんか聞いたことありますよ、凶悪だったんですね。ものすごい近くに寄るやつは全部ぶっ倒してた、ぶっ倒してたんですね。まあ、それはこんなに朗らかな、いいんですよ、そういうね、朗らかなお父さんになって、朗らかなお父さんになって、朗らかなおじいさんになっていくんですよ。そうですね、優しいおじいさんになっていってください。太郎ちゃんが年を取っていくにつれて、僕がおじいちゃんになってくる。そうですよ、はい、ねえ、ね、いや、太郎がね、俺が抱っこして寝ると、ね、はい、寝てくれないんですよね。でも太郎ちゃんもう自分一人で寝たいんじゃないですか。先生があったかくなりたいだけです。だから俺寒いから、ほら、あったかいのは赤ちゃんでしょ、ダメ。赤ちゃんは高いから、パクパクって捕まえるんですよ。パクって。太郎さん。パクって捕まえると、そうそうそう、いやって言いますよ。もうすごい勢いで抵抗するんですよ、ね。赤ちゃん湯たんぽにしないでくださいよ。本当にね。なんでだ、素直に親父に抱っこされてないのか。嫌なんでしょう。本当ムカつきますね。嫌な、ムカつかないでくださいよ。もうそのつね、富さんのところにはすり寄ってきてね。そうですよ。一緒に救急寝てるんですよ。やっぱりね、お母ちゃんがいいんでしょうね。
何ですかそれは。お父ちゃん一生懸命働いてるのに、ね、働いてるのにね、はい、うん、ということで世の無常を嘆きながら、はい、今日も終わってきます。終わっていきます。はい、不思議な体験などメールください。 tokushimi5566@yahoo.co.jp この人とコラボしてちょうだいなと、この人と霊能者、この人と共演してくださいというのも待っております。まあ、霊能者とかオカルト関係以外でもこの人オカルト話できるよっていう場合はください。何ですかこれ。あ、サスペリアです。サスペリアってこの音楽でしょ。そうです。このカチャカチャ言ってるのはキーボードがカチャカチャうるさいんで、じゃあ、うん、はい、あの一人こんなことやってるんですか。一人でやってます。夜中に、夜中に、夜中にね、ホラー映画の音楽を奏でて喜んでるね。近所の子供たち評判ですよ。いや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 、そこの家から変な音楽が大丈夫ですよ、聞こえませんよ。怖いですね。怖いでしょう。で、庭には無数の母動物たちが眠っている。ペットセメタリー。ペットセメタリーですね。確かにそうですね。なんか夜中にね、死んだペットが呼びねって。こんにちは、チャギです。キューになってくる。どうですか。いいです。夜中にね、運動会やってたらいいですよね。ペットの幽霊たちが ね、幽霊たちがね、はい、うん、怖い話ですけど。怖い話です。オカルトはエンタメだ、エンターテインメントはオカルティズムだ。山口敏太郎でした。それじゃあ皆さん、次回も不思議の世界であなたとランデブー。山口敏太郎でした。それじゃあ皆さん、さようなら。はい、さようなら。バイバイ。バイバイ。